これがですね、レッツノートの SV シリーズですね。12.1 インチディスプレイの、まあ、一番の売れ線のモデルなわけです。こちらも注目のポイントなんですが、バッテリーなんですけれども、これをユーザーが交換できるんですよ。こんにちは、戸田悟です。ちょっと時期を逸した感もありますが、新しいレッツノート、レッツノートの最新モデルですね、レッツノート SV、一番売れてるタイプです。紹介したいと思います。まあ、これから買いたいと思ってる方もいらっしゃいますし、レッツノートの特徴がどこにあるか、合わせて紹介していきます。はい、今回はですね、レッツノートの SV シリーズをレビューしたいと思います。ちょっと前に出たモデルなので、まあそんな最新というわけではないんですが、まあレッツノートの魅力というところもありつつ、あとですね、パソコン、おすすめパソコンベスト10という動画を作らせていただいたんですが、そこになぜか最新のレッツノートのレビューもなかったということで、今回急遽レビューをさせていただくことにしました。で、これがですね、レッツノートの SV シリーズですね。12.1 インチディスプレイの、まあ、一番の売れ線のモデルなわけです。で、まあですね、これちょっと外観を皆さん見ていただきたいんですが、なんか、ちょっと、そんなこと言いたくないんですが、まあ、若干やぼったいというか、でかい感じがするというか、という方多いと思うんですが、これがですね、レッツノートの特徴で、このデザインは見た目よりも、堅牢性、壊れにくさを最大のポイントとして設計されてるわけですよ。1ミリ薄くするよりもさらに壊れにくくするというところに注力しながらも頑張って薄くしているのがこの形なんですが、基本コンセプトが変わらないので形はあんまり変わらないんですね。例えばこれカメラのライカとか車のポルシェとかもあんまりこうデザイン変わらないじゃないですか。で、Mac なんかもそうですよね。でも他のメーカーのパソコンってモデルごとにデザインガンガン変わってきたりするので、ちょっと経つと古いモデルだなって感じてしまうんですが、それを感じさせないのが実はいいところでもあるんですね。はい、ということで、実は変わらないのがレッツノートのいいところでもあるんですよね。で、この左側に置いてあるのが、これ僕が以前に買った、もう6年ぐらい前に買ったですね、SV ではなくて SZ という前のモデルなんですが、パッと見全然わからないじゃないですか。だから長く使っても古めかしさあんまりないんですね。で、こちらはもう6年経つんですが、Core i7 のモデルを買っているので、もう全然快適に今でも使えちゃうというですね、ところが、やっぱりいいところなんですよね、レッツノートの。で、こうパッと見ても全然変わらないように見えるんですが、実は結構変わっていて、まずヒンジの形状も全然違いますよね。で、シングルだったマイクがステロになってますよね。あ、ごめんなさい、シングル、モノラルですね。モノラルだったマイクがステロになってますよね。で、さらに、ドライブ、まだ未だにドライブ内蔵してる。もうほぼ唯一ぐらいだと思うんですが、ドライブのですね、位置が、これ中央から右側に変わってますよね。というふうに、実は、フルモデルチェンジしてるんですよ。全部設計し直してるのに、コンセプトは全く変わらない。で、キーボードの打ち心地とか、タッチパッド、トラックパッドですね、ホイールパッドかの使い勝手も変わらないように設計、同じように設計してるんですよ。だから、例えば企業でこのモデルが10台あるところに、このモデルを10台追加して買っても、まあ、全然そんなに違和感なく使えるというのがすごくいいところ。変わらないのも実はいいところ結構あるんですよね。はい。ということで、ちょっと次はバッテリーを紹介します。はい。でですね、こちらも注目のポイントなんですが、バッテリーなんですけれども、これをユーザーが交換できるんですよ。まあ、昔のパソコンはみんなそうだったんですが、今もうほとんどないですよね。で、これ自分で交換できることによって、バッテリーのパーツだけ買えばいいわけです。で、これができないと、パソコン本体を修理に出してバッテリー交換してもらわなきゃならないんですよ。これモバイルノートってやっぱりバッテリーが下手ると致命的というか、駆動時間がどんどん短くなってしまうので、特にですね、毎日持ち歩いて使うという方はやっぱり3年ぐらいしたらバッテリー変えた方がいいですよね。で、その時にレッツノートはもうバッテリーだけ買って自分でパッて刺せば OK です。で、古くなった前のバッテリーも出張用とかの予備では全然使えますので、こういうですね、長く使う人、仕事で使う人にとっては、この古いデザイン、当然これバッテリーを脱着できるようにすると重量増に響くんですよ。これ全部パーツ、外装つけなきゃいけませんし、こんな固定の金具とかも必要なので、重さ軽く設計する上ではかなり不利なんですね。それでもあえてこれをやめないというのがですね、レッツノートの素晴らしいというか、キープコンセプト、いい、無骨ながらもいいところですよね。だからレッツノートを買い続けてる人はずっとレッツノートを買っちゃうということになるわけです。はい、それでは重量を測ってみましょう。はい、1011g。これですね、そんなに軽くないじゃんと思うかもしれません。もちろん重量としてはそんなに軽くないんですが、ドライブ入ってこの重さなんですよ。で、これはドライブのないモデルだともっとグッと軽くなります。でももちろん1キロであれば約ですね、1キロですから十分に持ち運ぶことができると思います。は
はい。で、ちょっと先ほど説明し忘れたんですが、バッテリーなんですけれども、これ S パックをつけると 12.5 時間で、 L パックをつけると 19.5 時間なんですね。で、これ購入するときに直販であれば選択もできますし、まあモデルによっては最初から L がついてたりしますが、 L に加えて S を買ったり、 S に加えて L を買うこともできるわけですね。だから使い方によってバッテリーも取り替えることが簡単にできる。これもいいところですよね。当然バッテリーパックを大きくすると 100g ぐらいですね、重くなりますので、バランスを考えていろいろと使い分けられるところがいいポイントですね。はい。はい。で、ディスプレイなんですが、これちょっとちっちゃく見えるかもしれないんですが、 12.1 インチなんですよ。で、最近13インチのモバイルノートが中心になってきてますから、確かにちょっとちっちゃいんですが、注目したいのは縦横比なんですが、16対10なんですね。で、今までのモバイルノートってほとんど16対9だったんですよ。でもレッツノートはずっと16対10、つまり縦に長い画面をずっと採用してました。だから 12.1 インチでもそんなに狭さを感じることなく作業ができたわけですが、さて最近になってみると、だんだん他のノートも縦横比が高くなってきて、16対10とか3対2なんていうモデルも出てきました。つまりレッツノートがある意味、まあそこまで言うと言い過ぎかもしれませんが、レッツノートが正しかったという意味なんですよね。ことが言えると、まあ僕は思います。縦横比は高い方がいいですよね。で、まあちょっとこう古めかしく感じるのはディスプレイの縁が太いからなんですが、でもこれ太いことによって衝撃に対する強さが生まれます。衝撃に対して強くなりますということもあって太くなってるんだというふうに僕は理解してるんですが、まあですね、遠からず短くなっていくかなと思うんですが、レッツノートの場合は変わるかな、今年変わるだろう、変わるかな、今年変わるだろうと思ってから、さらに3年後ぐらいに変わってくるので、まあこの本体デザインいつ変わってくるかわからないんですが、仮にディスプレイの縁が細くなるレッツノートが登場して、例えば13インチとかになってきたとしても、堅牢性は変わらないはずです。で、全体マグネシウムで、これシルバーのモデルなんですが、さっきお見せしたように黒いモデルも当然あります。まあモデルによってちょっと違うので価格も違ったりします。色が違うだけではなくて、黒と白でパーツの構成も変わってきたりします。で、ディスプレイはですね、常にアンチグレアでパキッと見やすく、発色の良いディスプレイでも光沢は使わないというのがいいところですね。で、注目したいのがキーボードなんですが、これはですね、本当に素晴らしい。ストローク、押し下げた深さ2ミリなんですよ。2ミリのモデルってもうほとんどないんですね。で、2ミリあるとやっぱりすごく打ちやすい。慣れるとすごく打ちやすいんですよね。で、僕もこれがレッツノートの一番好きな部分なんですが、入力性に関してはですね、これはもう間違いなく 12.1 インチのモデルの打ち心地とは思えないですよね。はい、こんな形で、はい、もう原稿とかもですね、バンバン打てます。今ちょっと体勢がすごく悪いんですけど、自分でちゃんといい体勢になれば、デスクトップ並みの、デスクトップの、そうだな、僕の感覚で言うと9割ぐらい、 85% とか9割ぐらいの速度で打てます。でも他のモバイルノートだとやっぱり 70% とか 75% ぐらいの速度に落ちてしまうので、そう考えるとですね、入力性が非常に高いということが分かります。はい。で、CPU はこのモデルはですね、Core i7 を搭載しています。第11世代の Core i7 ですね、搭載しています。まあもちろんですね、まあバイオとかに比べると若干性能では劣るかなというバイオの Z ですね、ことなんですが、ただですね、これ冷却とかにですね、非常にこだわってまして、パフォーマンスが落ちにくいんですね。負荷のかかるアプリを、例えばテレビ会議アプリとか、Excel に Word に PowerPoint みたいなものをたくさん起動して使い続けても速度が落ちにくいという特徴があります、レッツノートの場合は。ですので、単純にベンチマークの結果だけというよりは、実際使ってみるとかなり快適だなということがわかるわけです。はい。で、デザインは古めかしいんですけれども、古めかしいって言ったら怒られちゃうかもしれません。あまり変わらないんですが、最新機能はかなり早くから搭載してまして、例えばですね、パワーデリバリーによる充電もかなり早いタイミングからレッツノートは採用してますし、 LTE 内蔵モデルもですね、他社に先駆けて搭載しているという特徴があります。で、さらにチップなんですが、セキュリティ対策の TPM チップを搭載してるんですね。で、加えて OS もちょっとご覧いただきたいんですが、はい。で、搭載してる OS はですね、 Windows 10 のプロなんですよ。まあ一般的な低価格のモバイルノートはホームなんですね。で、プロとホーム何が違うのっていうと、プロはですね、ビットロッカーっていうですね、暗号化の機能が使えたり、それからですね、リモートでアクセスができたりします。まあ、どっちがいいのって、仕事に使うんだったらプロの方がいいですね。その辺もしっかり分かってます。ただその分値段は高いわけですよ。だからレッツノート高い高いって言うんですけれども、このあたりチップとか OS とかいろんなところにお金がかかってるので、まあ確かに高くなってしまうんだと
で、それを理解して買う方にとっては納得という感じではあります。はい、で拡張線の紹介をしたいんですが、まずですね、これ充電のポートは専用ポートなんですね。で、専用の充電器を使うんですが、これがですね、古いモデルでも共通なんですよ。なので古いモデルでも全然使えます。なので実は使い勝手がこれでも悪くないと。で、これ前のモデル、僕の使ってる SZ はタイプ C 端子がないんですけれども、最新モデルはタイプ C 端子も搭載していて、ここからも充電できるんです。パワーデリバリーで両方充電できるというように設計されています。で、さらに HDMI 端子に、まあ、USB のタイプ A 端子ですね、まあ、これはまあ当たり前ですよね。はい、でこれちょっと珍しいんですが、未だに SD カードスロットですね、を搭載しています。でこれをですね、デジカメで撮った写真とか動画の転送とか確認するのは非常に便利ですよね。で、イヤホンとマイクの端子も実はここにあるんですよ。左右にあるとこれ抜き差しが結構多いので、穴がちょっと見づらいんですが、ここにあるととっても差しやすいですね。で、さらにこれさっき説明しましたけど、未だに DVD ドライブを搭載しています。もちろんドライブなしのモデルも選べます。で、逆側を見るとですね、すごいですね、これタイプ A 端子が2個あるので計3個あるんですよ。で、これ未だにアナログのですね VGA 端子があると。で、古いモニターとか古いプロジェクターにもつなげます。でもだんだん利用機会減ってきてますから、もしかすると次のモデルあたりではなくなるかな、なくならないかな、なんていつもそこはちょっと関心のポイントなんですが、で当然有線 LAN 端子もあると、でケンジントンロックもあるという形で、ポートはもうもはや満載なんですよ。常に満載、ということで、まあ個人的にはタイプ C 端子をそろそろもう一個増やしてくれてもいいかな、なんていうことを考えていますけれども、このように、まあ、すごくベーシックなモバイルノートなんですが、使い勝手は常にいいと。で、買った後は何年使っても古めかしい感じがしないというかですね、まあ、そのあたりが非常にこのモデルの特徴となってますし、あとですね、まあ、詳しく全部は説明しきれないんですけれども、工場の見学をして、強さの堅牢性の秘密なんかもご紹介してますので、そちらリンクも貼っておきますので、まあ、デッドノートの特徴という意味では、そのあたりもご覧いただければいいかなと思います。あと個人的には、これ見ていただくとわかるんですが、ここにですね、アンテナ入ってるんですね。で、非常にアンテナの位置にも工夫していて、Wi-Fi も LTE も高速で通信ができるという特徴もあります。以上、レッツノート SV 詳しく紹介しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。